そうなのよ。そっか。ラジオネーム、トゥーパンプスさん。トゥーパンプスさん。その前にルルちゃんありがとう入れてくれて、トゥーパンプスさんからです。私にとって金曜日といえば、プロレスの日です。かつて力道山時代から、古っ。金曜日の夜8時は、全員集合じゃないんですね。古っ。プロレス中継だったんですって。だから M ステの前ってことですよね。木道さんでです。ルーティーズ。もう金曜日の夜8時は私はもう M ステだからな。そうね。そういうんでね、結構なんだろう、曜日がね、うんうん、何曜日や何みたいなね、うん、なってますね、うん、ちょっとねこの後はねちょっとスポンサー絡みのねお手寄りになっちゃうのでちょっと読めないんですけど、そう、今はね深夜枠で放送されていますが、かつてプロレスは金曜日のゴールデンタイムで生中継されていたのでしたなんていただいていて、うん、じゃあ何、金曜日の8時はプロレスがあって、ドリフターズがあって、うん、M ステになったってことですか、おじいちゃん。うん、そうだったかもしれない。そんなに興味がなかったんで、はっきりとは覚えてない。覚えといて。そうだったかもしれない。